Angels of Samus。 今なんか本配信見たら毒ガス吸い込んでるデデデがいて、びっくりした。 Angels of Samus。 ザキブルードも見たいけど始まりました。チョコクロゼロサムミラー、関東において最も多いキャラクターとも言われるこのゼロサム。赤いのがクロ、ニュートラルからがチョコ。毎回見るたびにびっくりしますね、このチョコのガードウェイシフト標準装備。空中しろ、差し返し、早いですね、なんかこの2キャラなんか早いですが、対空空前。さあゼロサムは飛ぶ生き物、飛ぶところに対空をするのか様子見をするのか、そういった読み合いが繰り返されるようになるのか。空前対空を差し返すチョコ、そしてダッシュエビーを確定させていた復帰阻止。日本一チョコ、日本一復帰阻止がうまい部族の一人チョコ。上、空中へ。さあしかし黒もダメージを取られ、有利状況を取られているが、耐えてギリギリ手が届く場所まで離されすぎずについていっているぞ、このチョコのゼロサムにくっついている。ピタリと後ろで見ているぞ、黒が見ているぞ、後ろから下スマッシュエビー先行。さあしかしチョコ戦にありがちなこと、最初だけ大丈夫なんだけど突然何か全てが読まれるようになる、チョコ戦にありがちなことです。それが起きなければいいが、上スマッシュ撃墜。二段目じゃ、そしてここら辺用意している理論派スマブラクロ用意している。世にはなんか理論派っぽい顔して理論派じゃないやつらもいっぱいいますが、クロはもうれっきとした理論派、これほどの理論派はなかなかいない。全てをロジカルに立ち回るクロ、そしてロジカルかつ人読みに全振りしたこのチョコ。まあ追い詰められない限り読みを使わざるとも勝てるんですけど、チョコさんは。さあグラップリングビーム、遠くから遠くから、お互い前は同じ、それがミラー対決というもの。クーゴル追い詰めてジャック、空中前対空、グラップリングビームで差し返す。さあ出の速い空前と出が遅いがリーチがないグラップリングビームという感じでしょうか。そして対空スマッシュを狙っていたが、これはガーキャウェビで撃墜されないこと、込み込みか、一回トライできる場所だと、そういうことか。黒これはグラップリングビームは3分の1ぐらいで撃墜する読み合いではあるが、まだダメージが足りないか。空前着地しっかりウェビー。さあ黒ジャストシールド、しかし2段目がガードしきれない、当たってしまった。ジャックつかみ差し返し、確定反撃のチョコ流した、スマッシュ必殺技撃墜。1、さあラストストックに完全に2分、空上2つ、チョコがまずはダメージリード。黒もコンボでダメージが欲しいが、空中取る着地から空中しよう流れ色にしっかりコンボつないでいく撃墜。1戦目はチョコ最終ストックは流れるように。さあゼロサムミラー、やはりチョコ。時間が経てば経つほど読み合いの材料を与えれば与えるほど強くなる、それがチョコです。チョコとは2先で勝つのはかなり苦しいぞ。その読み合いの速度に黒ついていけるのか。さあヨゴスマッシュ、今のは暴発も見えたが差し返しのヨゴスマッシュだったか。チョコが前のめにガンガンきますね。1戦目の途中までは明らかに引きながら引きながら様子見多めでって感じだったんですけど、もう読み合いのポイントは抑えたのか。ゲームスピード速くして殴ってりゃ読み合い勝てるよと
長考さん、そういう感じなんですか。さあグラップリングビーム、空へ対空で食いってく。長考が前のめに来るほど恐ろしいことはない。見られても恐ろしい、何もしなくても恐ろしいのに、何かしたら恐ろしいに決まっているぞ。掴みはその場合から上火を確定させて撃墜。空中であれで上スマッシュ、大ジャンプゆったりと上から50ダメージ、当たり前のごとく50ダメージ。そして副阻止、さあ黒子の副阻止を逃れているだけでも相当素晴らしいことだ。しかし終わってみれば丸1ストックの差がついている。パラライズアレ着地狩り、もう全て分かっているのかチョコ。まだ2戦目だよ、50戦やってそれならまだ分かるけど、まだ2戦目なんだが全てが分かったのかチョコ。圧倒的、技が通る通る。なんなんだこの人、なんなんだこの人。さあ食らいつくのがやっとでは、チョコには勝てないのか。食う前、なぜ黒は硬いプレイヤーなんだが、なぜ全ての技が当たるんだ。全ての技を当ててみせたチョコ、あっと完璧。格の差全1は俺だと。